ちょっとごめんなさい。それって、なんて言うと？イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。知り合い？紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。やばい、二人とも人見知りだからこのままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。スクロースはこの予言を本当だと思うのか？研究したことがないから根拠のある結論は出せない。でも主観的な見解でいいのなら、少なくともいたずらじゃないと思う。童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。もし嘘でその純粋さを汚そうとしてるならひどすぎるよ。いい観点だな、私は好きだぞ。そうだそうだ、子供を傷つけるなんてひどいぞ。じゃあスクロースは祝福は何だと思う？それはあくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。その推測すごい、もっと突っ込んで聞いてみたい。でもずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな、初対面の人ってどう話せばいいんだろう。はあ、よかった、そこしか焦げてなくて。鍋は洗ったらまた使えそう。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。あ、見てないと焦げるっていうのもピクニックではよくあることなのか？うん、セノさんには申し訳ないけど別の日に改めて作るしかないかも。そうだねえ、気づいてるかもしれないけどコレイさんなんだか落ち込んでるみたい。みんながおしゃべりしてる時もあまり元気がなかったの。あのメモのこと覚えてる？ふと思いついたんだけど、あの謎を解いて祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人？そう、コレイさんなら私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。ううん、これはまた後で考えよう。実験の進捗も大事だけど、それよりもコレイさんの喜ぶ姿が見たいの。いい考えだな、オイラたちも手伝おうぜ。本当？正直に教えて、あなたたちもあの予言は信じていいと思う？こいつの言う通りだ。わかった、それじゃモンド城の合成台で合流しよう。私は先に考えておくね。存在しない花、存在しない花。スクロース、いい知らせと悪い知らせどっちが聞きたい？お、じゃあ悪い知らせの方かな。え、
普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。とにかく風立ちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ、やってみる甲斐はあるってそよ風が言ってたぜ。それって悪い知らせには聞こえないね。本当の悪い知らせは何なの？悪い知らせはオイラが食べた。えへ。セノのせいだ。面白くなかったらセノのせいなんだからな。大丈夫、安心したよ。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種といった方がいい。そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょ。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの？この命題の真意は一体何なんだろう。うわぁ、もうやめてくれ。頭がパンクしそうだ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。うん、アルベト先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。やっぱりもうちょっと自分で考えてみよう。風の花ってことはないのか？あ、そういえばその可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。つまり本当の風の花は存在しない。これって方向性の一つかも。しっかり頭の中にメモした。帰ったら文献を調べるね。あう、ひひ、オイラ役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。ちょっと準備しないといけないから、2日後ここで落ち合うのはどうかな。うん、残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でもオイラたちが3人でやってるってことをコレイに教えなくていいのか？サプライズにしようかなとも思ったけど、期待させておいてがっかりさせたくないし、パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。この2日でチャンスを見つけて私からコレイさんに伝えるね。うん、それじゃあよろしくね。スクロース来たぞ。旅人さん、パイモン、私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事をしてたの。あ、そうだ、コレイさんがさっきここを通ったんだけど、宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてって。ティナリさんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。まあまあってところかな。考えを変えたら新しい方向性が見えてきて。簡単に説明するね。私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。つまりだよ、予言を書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかった。でも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それに
この予言の中には特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ってことは今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつをあげていけばいいってことだよな。うん、命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。4つの命題それぞれに候補者を選ぼう。じゃあまず1つ目から始めようぜ。1つ目の命題は確か存在しない花だったよな。私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生はこの方面の専門家だもの。そうだぞ、スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。もしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないし。え、私の？あ、そうだ、ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし植物学にものすごく詳しい。もし何か花を探すんだったらあいつに聞くのが一番早いだろう。うん、じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目、命題は絶対に迷わない道案内人。すごく抽象的だな。絶対に迷子にならない人って言いたいのか。その上、人のために方向を示してあげられる人か。あんまり簡単じゃなさそう。あ、モナのことだよな。確かに入りそうだぞ。モナさんなら、そうだね。腕には自信がありそうだし、占いで人に方向を導いてあげられるね。ベネットは入らないか？ほら、ベネットの運って相当悪いだろ。つまりあいつと逆の行動をすれば正しい方向が見つかる。そうだろ？確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし、候補は少ないより多い方がいいぞ。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかな。おう、あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。そういえばオイラとこいつも初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか？考えてみるね。あ、もしかしたらもう一人いるかも。アルベド先生はセピュロス騎士団遊撃小隊のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど、道を探すのも結構得意だよ。他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。二人ともごめんなさい。場所を変えて話してもいいかな？おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。待って、あと一人、年中合成台の隣にいる。え、ティマイオスのことか？うん、彼はその実はティマイオスは最近恋愛にのめり込んでいて誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。あいつ好きなやつができたのか？そうなんだ。
誰だ？あ、お前は知ってるのか？私もまだ会ってないの。ただリーユエ出身としか。ティマイオスが言うには話がとても面白くて、雰囲気も素敵で、顔立ちもとても綺麗な人なんだって。そういえばティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でもそういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか、お礼にって新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。ああ、気にしないで。またパトロールはあるだろうし、予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよ。ああ、そうだな。じゃあ私たちはそろそろ行くから、またお会いしましょう。お気をつけて。コレイさん、大丈夫？そんなに丸分かりだったか。そういうわけでもないけど、ただ何か心に抱えてるのが分かったから。つまりバレバレだったってことか。はあ。もし悩み事があるなら私に言って、相談に乗るよ。スクロース、あ、私実はアンバーたちとどう接したらいいのかちょっとわからないんだ。でも仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達としてとても大事に思ってる。私にもよくわからないんだけど、考えれば考えるほど全部私自身の問題なんだと思う。昔モンドにいた頃の私は未熟で、警戒心が強くて誰に対しても強く当たってた。でもアンバーはそんな私を追いかけて友達になってくれたんだ。アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ彼女のことを誰よりも慕ってる。アンバーの真似をしてアンバーみたいになりたいと思ったんだ。でも時間が経ってやっと分かったことが一つある。私はアンバーにはなれない。むしろそんな考えを持った自分がおかしかったんだ。私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった。私の性格ってあんまり良くないし、あがり症だし、いろんなことを考えすぎちゃうし。コレイさん、そんなこと言わないで。スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？この子の状況は
大まかに聞いてはいたけど、でもなんで彼女がこんな目に遭わなきゃいけなかったの？ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私、自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって、私からすると認めてもらえたってことなんだ。だって私、そのもう気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。それに自分の興味がある話題だとのめり込んでよく話が止まらなくなるし。でも前に私が錬金術の話をしても、あなたは全然嫌がらなかった。だからあなたがこういう話をしてくれて、むしろ釣り合いが取れた感じがするの。さっきの話を聞くまで、あなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。つまり私たち似た者同士なんだよ。本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって普通の人よりも気力を何倍も使うものだから、言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。うん、すごくわかるよ。それに天才から指導を受けるのが簡単じゃないってこともね。あなたと出会うまでここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいいと思う。スクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。もしかしたら本当に彼女の言う通りで、私たちって似てるのかも。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。モンドの風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちってまだ少し距離があるのかも。少なくとも物の見方についてはね。スクロース、ありがとう。言葉にしてだいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな？チーズ味とトマト味があるんだけど。うん、チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。あのまま二人で座っててもらいましょう。そうだね。
コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。彼女の過去を全く知らなかった新しい友達だから。よくわかんない、何が違うの？全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。人ってね、いろんな友達からいろんな力をもらわなきゃいけないの。今のコレイには私一人だけじゃ足りないんだよ。